Hello, this is Atago s h i g a m a n and h i r o s h i y a s h i Japan.Mystery of i n a r i Fox God in Japan.Who is a fox god? 謎の稲荷。稲荷とは誰なのかご存知のように、日本には全国津々浦々に稲荷神社があります。私たちは親愛の念を込めて、お稲荷さんと呼んでいます。このお稲荷さん とは誰なのかどんな神なのかその謎に迫ってみたいと思います。あたごさんという方が情報を送ってくださいました。本当にお稲荷さんは、まあ、こうした獣なのかそれとも、狐なのかということですね。 そんな時シガーマンさんという方からこんなメールが届きました。豊川稲荷の例大祭に行ったところですね、こんな飾り物を見たというのです。で、アタムさんの情報をもとに考えてみますと、一番近い神様はヘルマニュービスということになります。 ヘルマニュビスっていうのは、ヘルメスとアニュビスの間に生まれた、まあ、子供というか神様なんですね。これがヘルメスです。ギリシャ神話の中でも大変位の高い神様でした。顔が同じってことに注意してください。このヘルメスとアニュビスの間、 てますか掛け合わせたというのもちょっとね、あの、語弊がありますので言いにくいんですけども、まあ、ふさわしい、適切な言い方がありませんので、その間から生まれたのがヘルマー・アルンピスです。まあ、そのことを説明していますけども、ヘルメス。ギリシャの神話の神様と、それからエジプトの神様。一時期、あの、 ギリ,シギリシャの神々がエジプトを支配したことがあるんですね。その時,時に、このヘルメスとアニビスの間にできたのが、このヘルマ・アニビスという神様だということになっています。で、これが日本の、えぇ、ー、イナさんで、イナさんと関係しているのではないかということなんですね。 まあ確かにこう似てるんですよね。ただし、ヘルマーリビスの方は体は人間です。まあご覧になった通りですけども、この豊川稲荷神社というのは大変不思議な場所にあります。それをこれから説明しますが、豊川稲荷神社は ここにあります。で、地元へって言いますか、ここへ何度も足を運んで、いろいろ話を聞いたんですけども、この豊川市内の方はですね、皆さん3カ所を、豊川市内も含めて3カ所の寺や神社を回るのが習わしになっているそうです。それが、親友、まあ、 神社と、それから三明寺というお寺だそうです。ここに豊川稲荷神社があります。これが親友神社ですね。そして三明寺がその下にあります。それで私はこの三箇所を線でつないでみて、角度を知って驚きました。まあ、これがあの、 一つの糸口になったんですね。で、この間の角度が90.00という、まあ読んでいいわけですね。エラーの範囲に入りますかで、この線がどこへ行くかってことを調べました。で、岸角が336.26ですから、その線をずっと伸ばしてみますと、UK のここへやってくるんですね。そして、一番近いところに日本と深い関係のあるエイブベリーがあります。で、今度は逆にエイブベリーから三明寺に線を引っ張りますと、線が重なる。重なりますね。 ということは、この線は、エイブベリを示していると、に考えていいわけです。で、この横線はどこかってことで、調べてみました。同じように。245.86で進みますと、ズバリアユタヤを通るんですね。まあ、これも一つ驚きました。よくつまり、今度は逆に今度は、アユタから、えー、え親友神社の方に、えー、線を引きますと、やはりぴったりと線が重なります。 ではもう一本の線ですね。この線はどこへ行くか。303.75で線を引いてみます。そうしますと、ここへやっていきます。これはほとんどエラーなくギザのエジプトのギザのピラミッドへやっていきます。今度はギザのナンバー2のピラミッドから3秒字の方に線を引きますと、ぴったりと重なります。すなわち、 これら3カ所の神社や寺はですね、それぞれの方向、黄色い線はエイブベリー、青い線はアユタヤ、そして緑の線はギザのピラミッドを指し示していることになります。で、重灯人間の話をします。先ほど日本の稲荷さんは体も獣だというふうに言いましたけども、 キトラ古墳の中に、まあ、こんな奇妙な絵が見つかるんですね。で、くだの王子という説もありますが、何もあの、まあ、これはあの日本人の癖なんでしょうけども、何でもその外国から来たという風にしないと落ち着かない民族なんですね。まあ、それはそれとしまして、このキトラ古墳の中にはこんな絵が描かれています。 これが先ほどお見せしましたヘルマニウービスの像と不思議なほど一致しています。まあご自身でご確認ください。 まあ、このこうした、まあ、一致をですね、どのように捉えるかという問題もあるわけですね。まあ、それはさておきまして。では、そのエジプトの神はどこに住んでいたかと,ということを調べてみますと、そのヒントがですね、下の方にあります。シノポリスっていうところですね。 で、シノポリスというところを調べてみました。それは、ハマサという近くのナイル川の土手沿いにあるというふうに書いてありますね。そして、犬、狐ではなくて犬というふうに書いてありますね。日本では狐、エジプトでは犬。似てるから、まあ問題はありませんけども、ここがシノポリスなんです。 で、調べてみますと、この辺りがシノポリス。そのすぐそばに、あのエドフがあります。私はこのエドフを大変重要視しています。理由は簡単です。このエドフからナスカに線を引いてみます。私のナスカ理論によるものです。で、中央にグランド十字架、いわゆるグランドクロスですね。巨大な十字架が見えます。エドフからの線は、 このグランド十字架の横線とぴったりと重なります。縦線はティオティワカンのそばのプポカティペティ火山からの線です。なあち、この縦線はプポカティペティ、横線はエドフを示していることになります。もう一度やっていますから、ご自身でご確認ください。エドフが重要であったというのは、そういう理由によるものです。そして、 この江戸府と豊川稲荷神社の間には大変不思議な関係があります。これが江戸府神殿ですね。の、えー、庭の道の様子です。道というのはですね、遺跡と同じように一度できますと長く残るんですね。下が豊川稲荷です。これを反転していますと、こうなるんですね。で、上の 道と下の道を見比べてみてください。やはり発想と言いますか、コンセプトが同じであることに皆さんお気づきになると思います。この角度もほぼ同じなんですよ。特にこの赤線が作る、赤線と黄色線が作る角度もに注意してください。そしてその道の途中途中には、まあ、丸いって言います。丸で示しましたように、 寺があったり、造形物があったりするわけですね。まあ、下のあの、豊川稲荷の方は現地行くとわかりますが、これ壺を並べてあるんですね。これが豊川稲荷神社です。江戸府の重刀人間について申し添えておきます。 これが江戸府神殿で、その中の中心部ですね。その、えー、これは向かって、えっと、左側だったかなあの、かもにこんな絵が飾ってあります。中央にいるラージヘッドマンを見てください。もうこれは明らかにエイリアンです。地球、地上の重力に耐えられなかったのか、えー、あの、このエイリアンの左側の人たちは椅子に座っています。 これがコンヘッド、超等人間ですね。ここはあの、エドフは鳥人間の本拠地ですから、バードヘッドかなとも考えています。一番右にいるのが人間です。一番位が低いことが、低かったことがこれでお分かりになると思います。そしてその人間の前に立っているのが、重党人間。いわゆる、頭が銃で、体が人間の 生命体ですね。アニマルヘッドマンと私は呼んでいます。で、ついでながら、ラージヘッドについて簡単に申し上げておきますと、このラージヘッドは頭が大きくて、まあ地球には住めなかったと思います。足も細いですね。椅子に座っています。 ってことも、ちょっと覚えておかれると、エドフの性格がどういうところであったかということがわかります。で、日本とエジプトですけども、離れてますね。距離は、これがあの、右側の、豊川稲荷神社で、左がギザのエジプトですね。日本から、 エジプトに神々が渡った、のですよ。その距離は9520キロです。では、どうやって渡ったかという問題も出てくるんですね。その途中には、ほとんどと言いますか、類似した、重刀人間は見られません。頭が狐もしくは犬の重刀人間は見られません。で、シガーマンさんの、この、まあ、飾り物ですね。 大きなヒントになりました。皆さんはこれが何だと思いますかここでまた例の綱引きが始まります。UFO である、UFO でないという、まあ、両者がですね、綱を引き合うわけです。そして、バランスの問題ですね。私は UFO であるというふうに判断を下しました。まあ、遠い昔、豊川の人たちがですね、 これを見たのでしょうね。そして、それと同じものを作って、そして神々を祝ったわけであります。同じことはチベットでも言えますね。そして、中世のみならず、まあ過去に人々がですね、こうした絵を私たちに書き残しています。 横との連絡のない時代でしたから、こうした絵一枚一枚に、それなりの、って言いますか、信憑性があるわけですね。まあ、過去の人たちは懸命にこうした絵を描き、描いて、私たちに何かを伝えようとしました。が、その中でも、この絵に注目してください。この絵ですね。で、この絵が、 京川稲荷神社の霊体祭の飾り物に私は大変よく似ていると思います。まあ、結論を申し上げますと、日本で生まれ育った神々がある時期、エジプトに渡りました。エンディルも、エンキも、そしてイシタール、イナンナですね、も、 日本で生まれ育ちました。その距離は9500キロあります。そしてエイジプトではヘルマヌビスという名前で神の座に着きます。日本ではお稲荷さんとして現在の今も多くの人たちの信仰を集めています。 ヘルメス、アニュビス、その間から生まれたのがヘルマ・アニュビスということになります。日本からエジプトに神々が渡ったのですよ。そこを間違えないでくださいね。ということで、Thank you very much for watching and bye. なお続くビデオは古い